どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、デッキに採用するカードの枚数についてラジオ動画を作っていきたいと思います。で、まあ今回このような動画を作る背景にはですね、こんな感じのコメントいただいたからです。3枚の札多いですね。フルハウスが起こりそう。めっちゃわかる確かにめっちゃわかるよね。よくダブるからね。で、自分はカードの枚数について考えがあるんですよ。まあ元は倉木さんという金アイコン5個持っている方がいてですね、その人がですね、昔話していたことが根底にあるんですよ。まあ昔のことやからまあもし違ってたらごめんなさいって感じなんですけど、でその考えを元にした自分の考えがあるんですけれども、それを、伝えるべくですね、こんな感じでお返しさせていただきました。まあ、そうなんですよね。3枚のカードはメインギミックで必ず引きたいカード、かつ被ってもいいカードで考えてます。要は必ず引きたいで、かつ被ってもいいっていうのが3枚です。で、2枚のカードっていうのはメインギミックとかそういうので必要だから、基本引きたいけど被りが弱いっていうカードが2枚で考えてます。で、1枚のカードは絶対被りたくねえっていうただ引けたら強いよねっていうカードとか、勝ちを一気にブーストするようなカード、ただ被っちゃうと弱いってカードね。で、もしくはサーチとかができるから1枚で十分なカードは1枚で考えてます。まあ基本は引きたくないカードかつ入れなきゃいけないとか、サーチできるとか、引いたらめっちゃ強いとか、そういうのを1枚にしてるっていう感じで考えてます。じゃあですね、実際のデッキ、まあこれアレイスターネオスなんですけれども、これを見ながら解説していきたいと思います。まずですね、アレイスターネオスなんですけれども、3枚のカードっていうのは、ネオスフュージョンとリューマドウ、この2つがまずは3枚のカードとしてあります。で、これは何かっていうと初動のカードです。要はこのデッキって、まず前提としていっちゃん理想的なのは、初手にネオス立ちっていうのが、まあ一番理想なんですよね。だから、そのネオスを立てることが理想なんだったら、そのネオスを立てるための札っていうのは、積めるんだったら3枚3枚積んじゃおうっていう風な考えです。で、これは別にダブっても仕事するんですよね。例えばネオスフュージョンが1枚、リューマドウ1枚って被って嫌な気持ちに基本ならないんですよやったーっていう、これネオス1体やられてももう1体次ネオス出せるから、ネオス雑に扱ってええなってなったりするんですよね。だから、まあそういう意味で、非ダブってもいいっていう札、かつ必ず引きたいから3枚っていう感じです。で、次ですね、もう一つ3枚入っているのは生物です。これはネオスの打点を、足りない打点の部分の補助だったりとか、相手のゲーテとか二刀流とか、そういうのから逃げる札として重宝してます。あとは親族から逃げる札でもあります。大型デッキ相手とかにですね、ライフを取る時のメインギミックなんですよね、この生物は。なので被っても OK って感じです。別に2枚生物が被っても、まあ、むしろ嬉しいみたいな、そんなところもありますよね。なので、自分は3枚入れてます。で、こんな感じでネオスフュージョン、リュウマドウ、そして生物、この辺は被っていいから3枚です。じゃあ次、2枚のカード見ていきましょう。アレイスターですね。まずはこのデッキの格って基本ネオスってさっきも言ったと思うんですけれども、初手でアレイスター召喚しても融合しないっていうことが多いんですよね。要はアレイスターメインギミックなんだったら全然いいんだけど、アレイスターってあくまでもネオスの横に出てくるコキュートスだったりとか、そういうところとか、ネオスのパンプアップとか、そういう補助なんですよ、あくまでこれは。だから初動じゃないっちゃないんですよね、このカードって。ぶっちゃけというわけで、自分はこいつ引いたとしても初手でじゃあ出すんかって言ったら、初手腐ることあんなっていうところがあって、自分は2枚にしてます。で、こいつ正直1枚引けたら十分っちゃ十分なんですよ。だって1枚引いたらさ、1回だって召喚して召喚魔術取ってきたら十分じゃないですか。だから1枚引けたら OK っていうことで2枚にしてます。で、2ターン目以降に引きたいしね。特にこのアレイスターがいっぱい初手できちゃうと、アレイスターセットとかで終わっちゃったりとかして、ネオスが引けてなかった時弱いんですよっていうことがあるので、2枚にしてます。まあここ正直3枚でもいいんだけどね。一応もう一つ理由があって、あのアレイスター自体があんま打点心強くないんですよ。だから、まあ打点心相手に、そんな有効的じゃないだったら3枚積むのはちょっとおかしいかなと思って2枚にしてます。で、ネオス、バニラネオスはこれはもうどうしようもないから2枚積んでるってだけで、特に理由はないです。じゃあ最後、1枚のカードを見ていきましょう。今まで3枚は被ってもいいし初手で欲しいカードで、2枚は、被りたくないけど初手で欲しいカードって感じですよね。で、最後1枚、これは要はサーチできるか、もしくは絶対被りたくないけどあったら強いカード
では、1枚のカード見ていきましょう。1枚のカードはですね、まずラバーゴーレムですね。で、ラバーゴーレムなんですけれども、これは動けてる前提のカードで、かつ必ず必要なカードというわけではないんですよ。まあ、あったら強いぐらいの感じ。2体除去れるからね、相手の。ただね、こいつ出すイコールネオスフュージョンが初手いないといけないんですよ。で、ここが引けてたら確かにラバゴネオスは強いんだけど、この辺ネオスフュージョンじゃなくてこっち引いてた時ってこれ1枚もう 初手で腐ってるんですよ。あともう一つ、先行時に強いカードじゃない、これあくまでも後引きで強いっていうか、こいつが2枚とか先行であったとしてってなったら、逆に後ろ構えれなくて弱いとか、そういうのもありえるんだよね。横にモンスター出せなかったりとか。だから俺はこれは、まあ、1枚でいいかなって思ってます。では、他に1枚のカードっていうのは、タスケルトン、裏返る、タクルセイダー、この3枚がまずモンスター枠で、3つですね。こいつらは何かっていうと、サーチできるっていうか、デッキから落としたりするカードです。ね、墓地に直接落とせるカードなので、まあ1枚の採用で十分かなと思ってます。まあ分かりやすいのは、タスケルトンとかさ、普通に召喚したいわけじゃないじゃないですか。まあ裏返るはギリ召喚できるかなって感じなんだけど、まあ召喚して強い相手もいるんだけど、こっちはちょっと微妙なんだよねっていうところがあるので、俺は1枚にしてます。で、裏返るはこのデッキの理想としてネオスが初手なんですよ。だからメインギミックのカードガンガン積んでいってたら、こいつがちょっと抜けていっちゃってる。まあそういうところがあります。なんでここに召喚権使う動きはそんな強くない的な感じで1枚にしてます。で、他は召喚魔術、これもサイマジ8と同じような感じですよね。入れたくないけれども1枚絶対入れないといけないので入れているっていう風な感じです。で、小頭祭狡猾1ずつなんですけど、狡猾ね、めっちゃ強いカードなんですよ。でもね、最近効かない相手も多いんですよね。なので本当は入れたくないんだけれども、惑わ相手に勝ちやすくする、まあしたいなーって思うような、そんな環境だったので1枚入れてる感じです。で、あと普通に今雑にパワーカードでもありますしね。ただ2枚かぶっちゃうと効かない相手には鎖札、呼吸とす相手とか、そういうところに対しては鎖札になるから、とりあえず1枚っていう風にしてました。で、あと小頭祭ですね。ここはコキュートスが、まあ基本攻撃反応寄せ付けないんですよ。だから入れても入れなくてもどっちでもいいかなーと思ってます。どっちかっていうと、26打点、ネオスの26打点、そこまで優秀じゃないから、守りに割きたかったんですよね、カード。ただ、高校時だったりだとか、あとネクロバレーを払えた時にですね、強い時があるんですよ。なんで、まあ本当は防御札引いたいとか、他の初動札引きたいから、ダブりたくないけれども、まあ、あったら強いよねっていうところで1枚だけ入れてる感じです。いかがでしょうか。これでアレイスターネオスで、まあ、3枚のカードの理由、2枚のカードの理由、1枚のカードの理由、だいたい自分の考えが伝わりましたでしょうか。じゃあ、実際に昨日紹介した、まあ、コメントがあったのがね、昨日紹介した、デスペのやつだったんで、それを見ていきたいと思います。はい。ですね、ちなみに、まず先に言っときます。今のが、さっき説明したのが大前提です。ただ、大前提が崩れる時もあります。それがどういう時かっていうと、このデッキって明確な苦手デッキを対策する必要があるんですよね。だからちょっと無理して構築してます。どういうことかっていうと、普通にやって勝てるような環境トップのデッキだったら、さっきの考えがベストだと思うんですよ。ただそうじゃなくて、このデッキだったらコキュートスめっちゃきついんよね。で、メインギミックだったらコキュートス出されたら終わりなんですよ。ってなると、コキュートスを絶対出させないようにするか、それか出させれても後から巻き返せるような、そんな感じの構築にする必要がありました。なのでさっきの3枚っていうのは、ダブってもいいけれども3枚っていうところがちょっと矛盾しているところがあります。じゃあどういうところかっていうところで、まあ見ていきましょう。まず初手で持っていて被ってもいいカードっていうのはデスペラードです。これが3枚です。まあここは特に異論ないかなと。まあ2枚でも正直ドロ戦ハイレベルがいいかな感あるんだけれども、ただ一旦動くの遅くなるから、まあやっぱり俺は3枚あっていいんじゃないかなっていうのは思います。で、採用と違ってドロソないんですよ、ハイレベルにすると。だからドロソが欲しいからデコイチ積んでます。今ね、ドロソないデッキちょっとしんどいんだよね。なんで、デコイチを入れてる、そんな感じになります。で、これはデスペにつながるカードなんで被ってもいいカードです。あとボムスパ、ここに関しても好きな表側表示カードを潰しつつデスペにつなげれます。これもダブっていいカードなので、でかつ初動なので3枚積んでます。で、これ以上にいい、闇属性の
機械族の下級がいれば、例えばツインバレルとかだったらさ、あれはデスペ経由でもサーチできるから、例えばツインバレル入れたいんだったらデコ11アウトのツインバレル1とかでもいいんだけど、ハイレベルだからツインバレルが確定破壊にならないんですよね。だからちょっと微妙かなと思って確定破壊のボムスパ3枚を優先しました。そんな感じです。でここまで普通なんですけど、こっからちょっと特殊になります。でさっきも言ったんですけど、今回のデッキを作る際のコンセプトとして補給トスを潰すっていうことを考えました。なんで小頭祭3枚、聖杯3枚、ここ3枚3枚積んでるんだけれども、これねちょっとさっきと変わってきます。このデッキ小頭祭絶対必要かっていうと、別にそこまで必要じゃないんですよ。で小頭祭なんですけれども、基本小頭祭と聖杯、この2枚のカードは何かのカードの組み合わせっていうのが強くてですね、単体で機能するカードじゃないんですよね。だから1枚は引きたいけど、2枚引くとデッキパワーがない限り、もしくは組み合わせがめっちゃいいカードじゃない限り腐ることっていうのが多いんですよ。だから、このデッキってじゃあどうなんかっていうと、ワナビート寄りなんですよね。要は後ろしっかり構えながら、デスペで制圧していくっていうのがコンセプトなんですよ。だから本来は2枚にして、このカード以外の別のカード、例えば分断とか普通にパワー化を積みたいところではあります。ただですね、ただアレイスターとか召喚魔術止めないとどうしても呼吸トス突破できないんですよね。だからもう止める札だから3枚3枚いるなってなって3枚引いちゃいました。だ手札にダブルリスクより引けないリスクの方が高いっていう風に判断したのでこうなったっていう感じです。ちょっとだけ今長くなったんでまとめると、基本はダブりたくないんですよ。ただダブルリスクよりも引けない時のリスクの方がこのデッキは苦手デッキ、明確な呼吸トスっていう苦手な対策がいるから、対象がいるから引けないリスクの方が高いと思って3枚にしてるという感じになります。ここは微調整していって、実は2枚でも十分足りるっていうことが分かるんだったら2枚にしたいと思ってます。あと呼吸トスがいなくなると、そんなんだったらここ削っていいと思います。じゃああと2枚のカード見ると、2枚のカード1枚だけで生物です。実はこっちの方が多く入れたいんだよね。デスペ出た後の最強の、サポートカードだと思ってるから、これ3枚入れたいんだけどリミット2に入るので2枚にしてます。で最後1枚のカード見ていきましょう。まずイタカですね。呼吸トス見るんだったら防御札としても、単体で機能するカード、かつ呼吸トスに対策ができるっていう意味でイタカの暴風が俺は本当は2枚ぐらい入れたいです。ただ1枚しか実装されてないので1枚です。全体防御ってやっぱ強いよね。で鎖付き、これはね打点アップ500アップっていうところで入れてます。で引けなくても別にいいから1枚です。要は聖杯で間に合わなかった時に備えて呼吸トス抜くための札です。だから、聖杯の4枚目の聖杯みたいな意味かな。ちょっと意味合い違うけれども、ただ打点アップしたいっていう意図は同じ、かつこっちは、効果からあれで、こっちは相手を守備表示にするっていう、ちょっと意味合いが違うカード、かつ4枚目の聖杯みたいな感じで入れてます。だからこんな感じなんだよね、イメージとしては。だから1枚でいいかなっていう。逆に鎖付きがですね、どこ抜くんだって言ったら抜くところがなかったんですよね。だからこれは別に2枚あってもいいかなと思ったんだけれども、まあ抜くカードがない、かつ聖杯の方が優先順位高いかなと思ったんで、これ1枚だけ入れてます。まあ聖杯4枚目みたいな感じかな。最後にアンノンシンクロなんですけど、これは機械族を入れたかったんですよ。闇属性機械族を、だからボムスパじゃなくとかが4枚入れるんだったらいいんだけど、入れれないからね。ってなると別にこれ何でもいいっちゃ何でもいいんだけれども、なんて言うんだろう、下級6がちょっと不安だったっていうのがある。だから7欲しかったっていうのがあります。でその中で祈願城につなげることが候補経由でできたりするんですよ。で祈願城につなげることができれば呼吸トス抜く手段になるから、そういう意味でこいつ入れてます。だ機械族の中で一番機能するのがこいつかなっていう。まあこの構築で一番伝えたかったのはこれ、小頭祭と聖杯、この辺は本来無理してるけれども、無理した方がむしろ勝率上がるんじゃねって思ったから入れてる、そういう考えもあるよっていうことが、一番伝えたかったです。で、基本的には一番最初に言った通りですね、3枚のカードっていうのはメインギミックで必ず引きたい、かつ被ってもいいカードで、2枚はメインギミックで必要だけど被りたくないカードで、最後に1枚は被りたくないカードだけれども引けたら強い、オア、サーチができるので1枚で十分なカード、まあ、そんな感じになってます。では、今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録と高評価もぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。